はい、それではね、こちらスワニーのね、プロデュース企画のね、記事になります。ミジンコードのね、プリントファブリックになりますね。はい、で特徴的なところがまずね、このベースの生地がこうミジンコール、細いね、こうラインのコールテンを使ってます。綿100のコットン素材になりますね。はい、で次にね、この柄実はね見覚えある方いると思うんですけども、以前にね、こう綿麻素材でもね、使って、販売してたんですけども、やっぱり、ね、こう洋服としてですね、すごくこう反響があったね、こう生地なんですよね。意外とね、子供服作ってもね、こう大人っぽい雰囲気なんですけど、子供が服作ってもね、すごくね、いい感じにね、できてね、皆さんも結構ね、使っていただいた生地になりますね。で今回ね、カラーもね、少しこう、もともとのカラーも生かすのもあるんですけども、少しね、変えたところもあるんですけども、まあ、秋冬にね、こう使えるようなね、カラーをね、ちょっとプラスアルファね、こう刺してね、作ってみました。はい。で、まあ、カラー、今回5色展開になりますのでね、ぜひね、お好きなね、カラー使っ、選んでいただきたいなと思います。それではね、次、生地の、質感なんですけども、これね、ミジンコールということで、中肉厚より、ややね、こう、薄手の素材ですね。秋冬で言うと、若干こう、薄手の素材ですね。イメージで言うと、まあ、シャツ、ブラウスですね、トップスをはじめ、まあ、チュニック、ワンピースとかね、基本的にはね、秋冬お洋服全般に使えるような、すごくね、こう魅力的なね、厚みなんじゃないかなと思います。はい、で、ふわいなんですけども、これもね、コールテンならではの程よい、こう、張り感とね、こう、面のね、こう、ナチュラル感をね、こう、楽しめるようなね、こんなふわいなんですが、ね、非常にこう、軽やかなね、ふわいが特徴ですよね。はい、次、ドレープですね。はい。ドレープこんな感じになります。はい。で、透け感ですね。一応参考にしてみてください。ほぼほぼね、透け感ないんじゃないかなと思います。はい、以上になりますね。作品ね、洋服以外でもね、結構、柄的にもね、小物バッグなんかもね、使える、柄行きになってますので、ぜひね、楽しんでいただきたいなと思います。作品のご紹介をいたします。こちらまずね、フレアワンピースになっております。とてもね、大人の雰囲気で仕上がったんじゃないかなと思います。ね、こちらフレアワンピースということで、こんなにね、裾幅こんなに広いフレアになっているんですね。なんだけど、こう着ていただくとこうしなやかなね、生地になっておりますので、こうしてドレープも綺麗にまとまってね、落ち着いたシルエットになっております。とても素敵に仕上がっております。ね、そして襟ぐりの方はですね、スタントカラーがついているんですね。小さめのコンパクトな襟になっておりますので、こうしたね、襟ぐり周りもすっきりと着ることができます。ね、ぜひこれからだとね、ブーツなんかとね、合わせていただけると楽しめるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、ブラウスも作ってみました。また雰囲気変わりますよね。こちらは前中心のところにタックが入っているのをね、アクセントになるデザインになっております。で、そして裾の方は、前はこうギャザーがね入ってベルトタイプになっております。でね、後ろはゴムなんですね、裾が。なのでとてもね、着やすくね、ふんわりとしたシルエットで着るデザインになっております。ね、柄もね、花柄で落ち着いたね、雰囲気のある柄になって素敵なんですけれども、生地自体もとてもしなやかで柔らかいんですね。なのでこうしてね、ギャザーがね、たくさん入っててもこう綺麗に入れられますし、このようにね、ドレープたっぷりのもう綺麗なラインでね、作ることができます。いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。